皆さんこんにちは、青木美沙子です。今日はアコリットさんとのコラボのアフタヌーンティーをご紹介したいと思うので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。美沙子の眠れる森のアフタヌーンティーということで、リボンをたくさん作って美沙子特別のテーブルを作成しています。いろんな色なんですけど、ピンクとか赤を中心にしたアフタヌーンティーなので、それに合うリボンをお家から持ってきてたくさん作っています。これをテーブルに引き詰めてリボンいっぱいのテーブルを作りました。こちら美沙子の特別席になっているので、ご予約の際に美沙子ちゃんテーブルでお願いしますと言っていただけると嬉しいです。テーブルクロスも可愛くてめちゃめちゃ映えなテーブルができました。リボンの配置も自分で考えて、いろんなリボンを配置してます。アフタヌーンティーともよく合うので、ぜひこちらのテーブルで美沙子の眠れる森のアフタヌーンティーを食べてもらえたら嬉しいです。アコリットさんは電話予約になっているので、ぜひ電話で予約してください。はい、今回美沙子の眠れる森のアフタヌーンティーが完成しました。完成でございます。ご説明をお願いします。カフェアコリットの店長の高梨です。よろしくお願いします。今回は美沙子ちゃんのアフタヌーンティーを、この美沙子ちゃんの着せるイメージで全部作らせていただいたんですよ。で、これはマドレーヌでできている眠れる森の美沙子ちゃんのマドレーヌ、それから上の中ですね、あとはイチゴと、ヨーグルトのジャムゼリーですね。でそれから下の次のジャム、これはね、ミニシモン、これもバラの型です。でかわいい、はい、ベリーのジャムも作ってます。それからハートのマカロン、これ裏と表の紫とピンクで、これもイメージでお話していただきました。それからこれタルトですね、季節のタルトなんですけど、ちょっとフルーツを乗せて、でテントウムシのチョコレートをちょっとつけさせていただきました。で生ハムですね。でそれからこのサンドイッチ、これもちょっとパンをこだわったのと、これ普通のハムとトマトのサンドイッチ、それからこれがスコーンなんですけどね、これもバラの型で飛ばしていただきました。はい、すべてこの美沙子ちゃんの、ね、イメージで作らせていただいて、味も本当に美味しいんで、ぜひね皆さん食べてください。はい、お茶の方も。そうですね、お茶はこれはね、これも美沙子ちゃんが流行らせてくれたと言っても過言じゃないんですけど、これ何年前に来てくれたんですかね。2、3年前。そう、美沙子ちゃんがこうやってこれを継いだ時にバラがくるくるくるポーンって咲いたんですよ。でその動画がすごいバズって、でそれでそれからローズって言われて、これもいろいろ改良を重ねて、その紅茶屋さんとこだわって作ったローズティーなんで、ぜひね皆さん飲んでくださいね。はい、あとは、はい、ゆうたまさんにアフタヌーンティーの豆知識を、はい、豆知識、そうなんですよ、アフタヌーンティーの豆知識で、アフタヌーンティーともともとイギリス1840年頃に貴族の食べ物として貴族の間で流行ったんですよ。でそれを一番最初に流行らせたのが、一番最初に流行らせて作ったと言われているのがアンナマリアさんと言いましたね。でそれは皆さん実は見たことがあるんですよ。そうなんですよ。で見たことがその誰かというとですね、午後の紅茶あるじゃないですか。おー、紅茶、午後の紅茶の、はい、マークになっている女性の方、彼女はアンナマリアさん。そうなんですか。そうなんです。その人が始まって、で要は貴族 の、 社交場で、今でいう今の現代にしてそのお茶会ですね。でそれを流行らせたのが、だから今の現代で言うと美沙子ちゃんとか影響力のある人が、で皆さんそれ市民の人がそれを真似して流行っていたというのが始まりなんですよね。はい、ゆうたろうさんのいろんな知識を、はい、豆知識を話させてもらいました。でもちろんこれ下からですね、食べていくんですけど、今はね、もうその昔はこれがそのサンドイッチがすごくキュウリを必ず入れてるんです。で昔はそのキュウリを食べれることがその富裕層のシンボル、富裕層のなんていう自慢の、はい、自慢の食べ物だったんですよ。
だからそれをこう食べてく、食べてますよって、私刺されてますよって、だからキュウリのサンドイッチが必ず入ってたんですけどね。あとは豆知識なんかありましたっけ？そんな感じだったんですよ。そうだからそのとにかくね、初めて今現在はこのように可愛い形のみさこちゃんの可愛いこのみさこちゃんぴったりのアフタヌーン、これ多分世界で一番みさこちゃんにぴったりなんじゃないかと思って、はい、ぜひ皆さんもロリータファッションでもいいですし、はい、まあ可愛い格好で、まあ、赤とかピンクとかが合うと思うんですけど、ぜひアコリットさんに私のアフタヌーンティー、眠れる森のアフタヌーンティー食べに来てください。ぜひぜひ。こちらが、マドレーヌでできているみさこちゃんをイメージした眠れる森のマドレーヌですね。それから後ろはいちごとヨーグルトのジュレとジャムですね。美味しそう。それがガナッシュ、これもいちご味で作らせていただきました。美味しそう、かわいい。それが2段目、これもあのハートのマカロンですね。手前にあるのがこれが裏が紫で手前がピンク、かわいい。季節のタルトでフルーツをふんだんに使ってちょっとテントウムシをちょっとポイントに置いてみました。かわいいです。それから塩キラーが生ハムですね。生ハム。でこれからこれでうちのお店の自慢 のシフォンケーキをミニに初めてしてみて、あ、かわいい。ミニのシフォンで上にあのベリーのジャムをジュレを塗らせていただきました。かわいい。そして下なんですけども、これもバラ型で取ったスコーン、うん、それからあのハムと、トマトのサンドイッチを、サンドイッチ、はい、作らせていただきました。そしてティーは、はい、ティーはこれはあのみさこちゃんが流行らせてくれた、あの本当にみさこちゃん持ってる方なんで、奇跡的にこれを入れたらバラが回転して回転してポンと咲いた、はい、でそれでそれからうちの店でバズって払った、ローズティーでございます。ローズティーでーす、はい、かわいい。ぜひぜひ。感じです。はい、ということでみさこの眠れる森のアフタヌーンティーは11月13日から12月13日まで開催しているので、ぜひアコリットさんに来てください。それではバイバーイ。